こんにちは、みつきですと、ゆうみですイエーイ本日なんですけども、ゆうみとクリスマスコスをしてクリスマスパーティープラス忘年会、うん、やっていきたいと思います。イエーイ、うん、おいしそう。クリスマスといえばケンタッキー、うん、ケンタッキーということでケンタッキー買ってきます。イエーイ。照り焼きチキンと、うん、オリジナルチキンたちと、うん、あとピザも買ってきました。やばい、冷めてきてる、ね、ちょっと冷めてきてるので早く食べていきたいな早く食べていきたいと思いますじゃあ、うん、今年もお疲れ様でした。お疲れ様。乾杯。乾杯。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、これ初めて食べたね。めっちゃ美味しい。うん、なんかクリスマスって感じする。めっちゃね、うん、一応ちょっと飾り付けしてみました。うん、せっかくだから、うん、質問、答えていきたいと思います。うん、サナちゃんに似てないこれさ、いつもなんかさ、うん、インスタで見るたんびにさ、うん、あの TWICE のサナちゃんめっちゃ似てるなって思う。うん、言われるやろ結構。うん、確かに言われることはある、あるけど、うん、自分的には全然似てると思わんから。そうなんや。うん、だからほんま似てんのかなみたいな。全然おさなちゃんが、でも鼻の形とかは似てると思うけど、うんうんうん、どうなん、なんかね、なんだろうね、全体的に似てる。うそやん、嬉しいけどファンがファンが怖い、ファンの方たちがでも結構多い、なんかちょいちょいコメント見る、うん。まあでも確かにコメントでも確かに読みのとこもあるか。でも似てるって言われてさ、嬉しいパターンとさ、うん、嬉しくないパターンやある。いや嬉しいパターンやねんけど、嬉しい、嬉しいよ、めちゃめちゃ嬉しいねんけど、叩かれるかなみたいな、大丈夫みたいな、ね、うん、恐れ多すぎてサナちゃんに似てるなんて、うん、全然素直に似てとって いいと思う。めっちゃ似てると思う二人の出会ったキットって何ですか？キットきっかけってことかな。きっかけやと思うね。きっと出会ったキットはバイト先やもんね。うん、バイト先です、うん、そこで出会いまして仲良くなりまして、出会いになりましてこんな状態でございます。はい、バイト先でさ、うん、2人とも上京組じゃん。うん、そうやな。だから、うん、私もそうやけど、うん、友達できるって言ったらもうバイト先ぐらいしかなかった、うん、そうやな、うん、でもバイト中にそれこそほとんど被らんかったよな、バイト仕事。うん、確かに日にち曜日は全然被らなくて、うん、で辞めて私が、うん、後ぐらいに、うん、まあ、ずっと仲いいもう一人いて、友達が、うん、家にも、うん、の友達と仲良くて、うん、で3人でご飯行くようになって、そうそうそう、でここも、ね、仲良くなってね、みたいな感じな。だからバイト中よりかは多分辞めてからの方が、うん、そうやな、辞、うん、めてからの方がな仲良くなったな。ご飯も行くのも多かったし、うまいねって感じです。うん、今日チキン食べます。食べましょう一旦コンチキン食べるので終わりそうなんだけど動画もうチキン1個が大変やん。好きなタイプは、うん、好きなタイプは絶対的に優しい人と、うん、あと自分のことを自分でできる人なんて言うんやろ、自分のことを自分でできるっておかしいな、うん、うん、自立してる人、自立してて気配りができる人、あと多少顔がタイプ、まあ、が大事かも。うん、うん、うん、なるほどね。そう、まあでも一番はやっぱり見た目からやっぱり入るので、うん、興味持たんもんな、うん、その。でもそれこそタイプじゃない人と話しててその人がすごい中身良かったら惹かれることも全然あるし、うんうんうん、そこはでもまあ見た目大事やけど、まあ見た目って言っても清潔感が一番大事かな。ちゃんとなんか美意識っていうか見た目に気を使ってる人は好印象です。うん、ほんまにそれ気使ってない人よりは絶対いいよな。うん、私一番清潔感だわ。やんな、それはあるかも。好きなタイプは清潔感ある人、うん、で自立してる人、うん、似てるやんえ、なんかな、似てるとか、あと尊敬できる部分がある人、うん、あ、そうやな、うん、大事やな、これな、うんうん、なんか優しい人、そうやな、自分を一番に、うん、考えてくれる、考えてくれる人、うん、
間違いない。一緒にいて、うん、自己肯定感上がる人がいい。うんうんうん。あ、でも私あの女友達多い人ダメです。うん、絶対ダメ。確かに本当に男友達やったら全然いいんですけど、うん、女友達が多いとか、うん、普通に女友達とご飯行ってくるとかは結構私全然ダメかもしれないです、うん、でもさ、なんか男、じゃあ女友達多い人ってさ、うん、あんま当てはまらんくない、今言った条件、うん、まあそうか、確かに。逆になんかさ、同性から好かれる男の方がさ、うんうん、多い気がする。あ、確かにそれはそうか。そういう人、うん、そうやな、うん、そう、同性から好かれる人がいいです、うん、私は。男から好かれてる男って多分なあ、いい人やな、いいと思う。絶対いい人、うん、かな。です。です。チキン食べました。うん、食べ終わった。なんか選んでいい。うん、最近ハマっているものは何ですか。カンドラ。おお、何見てるん。カンドラの、うん、ペントハウスっていうやつ。あ、一生見てる。言ってたな。一生見てる。なんかシーズン1終わったんよ、うん、で、うん、シーズン1終わって、うん、でもまだ続きそうな感じやって、うん、わあこれ次出るの待つんかって思ってた。もう2出てて、シーズン2。マジ。シーズン2突入しましたもん。昨日なんてやばいな、うん、1話30分ぐらいなんやけど、うん、多分8話ぐらい進んだ。すごいな。一生見てた。すごいな。最近なドラマ全然見てないかもしれない。それハマってる。ハマってるんや、うん、カンドラか、うん、確かにカンドラ一回見たらハマるもんな。1個見出したらもう全部一気に見てまうか、うん、確かにぐらいかな。それはそうかな。なんかハマってる。それこそ最近私あれ買ったんですよ、カセットテープ。え、 DVD とかの。違う違う、カセットテープの本体はなんていうの、カセットプレイヤー。これ。へー。そう、なんかこういうカセットテープを聞くやつなんですけど、それとカセット買って、それでおしゃすぎやろ。なんかそれこそ私レコード、ゆみはレコードやってるやん、うん、レコードやってて、そのお店でレコード買いに行くときに売ってて、うん、もう一目惚れして買って、で今だから一応まだもうそのお店に売ってたやつだけ買ったんですけど、うん、そこで今クリスマスのピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツが好き。ピーナッツが好きじゃない。何や。ピーナッツっていう会社のさ、こんな鼻のスヌーピー、スヌーピーのジャズ、スヌーピーのクリスマスジャズみたいなのがあって、スヌーピー鼻こんなんちゃうし。違う、スヌーピー丸やから。スヌーピー丸か。あれでしょ、あれ犬だからこうなってるだけでしょ。そうそう、だからこれクリスマスジャズがいいって言われて買って、いいそれを今だから聴いたりしてるんですけど。え、スヌーピーが歌ってんの。うん、スヌーピーの曲。スヌーピーの曲、ユニバとかのさ、スヌーピーエリア流れてる曲わかる。わからん。え、あるんですけど。わからん。あるんですけど、それのクリスマスバージョンのやつを買って聴いてるんですけど、それにハマってるっていうか、最近まあ趣味的な、趣味で始まったみたいな。いいよ、いいですよ。おいしそう。いただきます。やばい、全部落ちた。あ、全部落ちたわ。うん、あ、冷めてる。うん、うん、温めるこれ、うん、温める。板ピザ。ピザはオーブンで、はい、温めていきました。温めてきてないね、まだ。今してます。温めております。まだ余熱中やわ。じゃあその間にチキン食べながら質問を伝えていこう。うん、体型維持の仕方を教えてくださいって。食事制限とジム。食事制限してる。うん、あ、そうなんや。するかも。どんな。あ、温まった。うん、一旦入れてくよ。うん、じゃあ、ただいま。で、さっきあったかいやつも食べたら。あ、確かに。何やったっけな。うん、うん、じゃあ、男性の好きなフェチどこですかって。どこですか。好きなフェチは、うん、体の部位ってことやろ。部位、手かな。うん、手のここ、手のこ、手の綺麗な人が好き。うんうん、綺麗な人か。長くてみたいな。こうやって腕組んだ時とかの、うん、こう、あー、わかる。わかるかも。こうやって盛りってなってる、ここ。確かに。確かにとかな、かな。確かにいいわ、それはいい、ね。で、私はもうここ、ここ、このライン。男性のここのラインめっちゃ好き。首にかけてとか、うん、めっちゃ好きかも。私女性のここは好きよ。確かに女性のここもいいけど、
男性のここが好きかもですね。でもちょっと血管出たりとかしてたら首、首とかもういいなってなる。へめっちゃいいなってなる。そうなんや、うん、フェイスラインね。フェイスラインがだからしっかりしてる人が結構惹かれるかも。で、男らしい人、うん、長いのか。そうそうそう、なるほど。うん、でもねこれいいやん。いいよ。1万円のカレーライスと1万円のラーメンだったらどっち食べますか、うん、めっちゃどうでもいい一番面白いけど結構ちょっと迷うな。うん、迷う。聞かれたら迷う、うん、私は、うん、ラーメンかな。一緒でもラーメンラーメンよな。うん、ラーメンかな。なんかより繊細というかさ。そうそうそう、スープとかな。そう、すごそうやんね。スープと上に乗ってるもんと麺と、うん、一番なんか食べてみたいよな、うん、ラーメンめっちゃ好きやから、うんうんうん、ちょっとラーメンやな、一択で行かせていただきます好きなスタバのメニュー。好きなスタバメニューは何？あれやろ、エスプレッソアホガードエスプレッソアホガード、うん、フラペチーノ、うん、かチャイティーラテ。あー、はいはいはい。か、うん、アールグレイティーラテ。うん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 、です。お、カスタムはしやへん。カフェラテとか、うん、あのアイス系、うん、やったら氷少なめのミルクを目にする。いつも。うん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 。あと、うん、フラッペもう飲まんくなったからな。まあそっか、うん、寒いもんね今。チャイティーラテもいろいろ試した結果、うん、ノーマルが一番おいしい。確かにあとは、うん、アールグレイティーラテもノーマルで飲むしな。ノーマル？ノーマル。ノーマルか。ノーマル。ノーマルやな。あんませえへんかも。そうね。ゆみもあんまカスタムはしへんかも。基本、それこそスターバックスラテの、今やったらホットで、たまに添え変更するか、うん、あとカモミールティーラテに、今全部ミルクで割ってもらうか、うん、かな？今一番頼むのはその2つです。でも、新作とかはたまに飲みたくなって飲みます、新作。フラッペとかも？フラッペとか基本今の時期フラッペとホットが出ることが多いから、うん、その今の時期やったらホットバージョン飲むかな。なるほどね、うん、スタバマジであったら寄ってまうよな。寄ってまう、ほんまに寄っちゃう。なんでなんだろうね、すごいよな。かな。お互い直してほしいところありますか最後。最後ね、お互い直してほしいとこやろ。うん、うん、どう。マジでないかな。ほんまにないかも。なんか、うん、言えるのが、うん、お互いがお互い自由すぎて、そう、あの逆に合ってるっていうほんまにな。そのだからなんて言うんだろうね、すごいな、すごい。例えば、うん、2人とも時間にルーズないけど、うん、集合時間が12時だとします、うん、仮に、うん、そしたら、うん、2人とも、うん、ごめん次の電車に乗るとか。そう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 。でたまたま集合時間がちょうど15分15分とかちょうどいいみたいな。マジでちょうどいいよね。そう、たまにどっちか早い時とかもあるけど、 それでも全然なんかな、許容範囲やねんな。どっちも遅れてても遅れるみたいな。だし、うん、なんか全然自分がそうやから、うん、言うあれもないっていう。そうね、ほんまそう。でもほんまにすごいのが、なんかいろんなタイミングがめちゃめちゃ合うよな。うん、なんか出かけるなんても結構当日連絡することがお互い多いんですけど、うん、その当日でもちょっとの時間、会える時間が合うとか、うん、あこの日行ける、あ行けるよみたいな、うん、ずっと会わない人本当に会わないんですけど、うん、それが本当に合います、うん、一番な。なんかこれって、うん、私だけもう分からんけど、うん、なんか相手の動きとか、うんうん、こう一緒におったら大体分かるじゃん。分かる。プラス、うん、お互いが合わせようとしないとこれって多分合わないと思うのよな、うん、で多分これ合うのって、うん、ゆいみが私が急に誘ったりしても、うん、空いてる時間をこうちゃんと言ってくれるというか。あ、言うかも。なんかその予定があったとしても、うん、何時までやったら空いてるとかさ。確かに。だからそれでなんか普通やったら、うん、あ4時あるからごめん無理やってなるところが、うん、何時までやったら空いてるで、うん、私もその時間行けるってやって、うん、行けることとか。確かにかもね。時間言うのはお互いなんか、うん、合わせようとしてないけども、そうそうそう、でもそれが普通にやってたら大体相手の行動パターンみたいなのを理解してるからこそなんか合うのかなみたいな、うん、確かにそれはでもあるかもな、うん、
あるある、ほんまになんかこういうのって最近すごい思う、うん、合わない人ってほんまに合わへんやん、うん、なんかこの日いける無理、この日いける無理や、あおるんよ本当に。なんかすごい思います。なんかそうなってくるとやっぱ人ってどんどん離れていくと思うし、うん、だからそれでわざわざ合わせに行くのも大変やから、うん、会う人を探していくのがな一番大事やんな、うん、それがすごい合うから、なんか直してほしいとかがマジでないですね、うん、ちゃんと親しき中にもレイヤリを守りつつも、うん、あでもそうかもね、許容範囲が広いんかな二人とも、うん、あると思う、うん、でもそれこそだからこんだけ仲良くしててもお互い気使うとかちゃんと気使うし、うん、なんかゆうみめっちゃ気使ってくれるいやほんまにねえわよ、だからちょうどいい距離感なんやろね、うん、でもほんまにゆるいよな、うん、ほんまにゆるい、うん、それでだからうまくいね行っていくな感じです、感じです、はい、こんな感じで、はい、チキン全然食べれんかったね、これは夜食に夜食に夜食に行きます、はい、デザートの時間がやってまいりました。質問は以上でよろしかったでしょうか。大丈夫でしょうか。まあまた、うん、機会があればしましょう。はい、ゆみがケーキ買ってきてくれました。見てー、めっちゃ美味しそう、ショートケーキです。めっちゃいい匂いする。はい、いただきます。いただきます。うん、いちご、うん、めっちゃうまい。うん、めっちゃ美味しい。うん、やっちい、美味しいよ、やっちい、美味しい。はい、こんな感じで質問答えてみました。はい、まあ年末なんでね、この動画出てるのも、うん、ゆったりまったりと2人のペースで、はい、やってみました。美味しいご飯を食べて、うん、ユーミーとの質問募集したの初めてだと思うんで、うん、よかったかなと、これはこれで思います、うん、ありがとうございます。この動画が、うん、よかったらグッドボタンと高評価お願いします。お願いします。チャンネル登録まだの人もお願いします。良いお年を。良いお年を。